1863年初頭のことです。地下鉄という世界初の試みに開通前からロンドンの街は大騒ぎになりました街の地下に穴を掘って鉄道を引くなんて夢のまた夢のように思われたのですパブに集まる酒飲みは笑い飛ばし地元の大臣は地獄に侵入するなどけしからんと鉄道会社を責めました最もほとんどのの人たちは現在の貨幣価値で、 100億円以上もかかる計画がうまくいくはずもないと考えました。でもうまくいったのです。1863年1月10日、世界初の地下鉄に乗ってロンドンの6.5キロの道のりを移動しようと3万人もの人々が押しかけました。建設に3年を要し、何度かの困難を乗り越えて、メトロポリタン鉄道がついに開通しました。ロンドンの役人は胸をなでおろしました。道路のひどい混雑を緩和しようと、躍起になっていたのです。 当時のロンドンは世界最大かつ最も繁栄した都市で常に交通渋滞に悩まされていました荷車行商人牛それに通勤者で道が混んでいたのです地下に鉄道を引くアイデアを考えついたのはビクトリア朝時代のチャールズ・ピアソンの先見の命でした彼は1840年代に地下鉄建設を推進しましたが反対派は非実用的だと考えました当時の鉄道には丘を抜けるための短いトンネルしかなかったからです どうしたら町の中心部に鉄道なんて引けるというのでしょうかその答えは開削工法というシンプルな方法でした作業員が大きな溝を掘ってレンガのアーチでトンネルを作り新しくできたトンネルの上を埋めるのですこれは破壊的な工法でトンネルの真上にある建物を取り壊す必要があったためほとんどの線路は既存の道路の下に作られましたもちろん事故もありましたある時はひどい暴風雨で近くの下水があふれ 掘削したたたトンネルにに流れれれ込みまましししこれにより建設は数ヶ月遅れましたしかしメトロポリタン鉄道が開通するやいなやロンドン子たちは新しい列車に乗ろうと押し寄せましたメトロポリタン鉄道はすぐに重要なロンドンの交通機関になりました間もなくいくつもの追加路線が作られ駅の周辺に新しい郊外が生まれました大きな百貨店が鉄道のそばにでき鉄道会社は娯楽施設も作りました アールズコートに電車で観光客を呼ぶために作られた30階建ての高さの観覧車などです。30年の間にロンドンの地下鉄は80キロもの距離を網羅しました。都市の中心部では地下トンネルを走り、郊外では地上を走り、多くは堤防の上を走りました。 しかしロンドンはさらに成長を続けており誰もがこの交通機関を利用したいと考えていました1880年代末までにロンドンは建物や下水道電気ケーブルで混み合うあまり改作工法が使えなくなりました新しい工法が必要になったのですグレートヘッド式シールドと呼ばれる機械を用いるとたった12人の作業員で地中を掘削できロンドンの粘土室の地下に深いトンネルを掘ることができました これらの新しい路線はチューブと呼ばれ深さも様々でしたが大抵は改作工法よりも25メートルは深いものでしたつまり建設のために地上に影響はなく建物の下も掘り進めることができました初のチューブはシティとロンドン南部に開通し1890年の開通以来大きな成功を収めたためその後20年でさらに6本ものチューブが作られましたこの素晴らしい新技術のおかげでロンドンを流れる川 テムズ川の下にも線路を伸ばせました。20世紀初頭までには、ブダペスト、ベルリン、パリ、ニューヨークにそれぞれ地下鉄が建設されました。現在では55カ国の160以上もの都市で、交通渋滞の緩和のために地下鉄が用いられています。これも正しい方向に線路を引いてくれたチャールズ・ピアソンとメトロポリタン鉄道のおかげと言ってもいいでしょう。これらのビデオで学んでください。 チャンネル登録で新たなことを学ぶチャンスを。